A strange object was shot in the video at the 53rd mission on the ISS in 2017. Skeptics have determined that this ISS mission is bogus because of its object. However, I, Hiroshi Hayashi, decided that this video is genuine because exactly 4 years later, in May 2021, the exact same objects flying around in my room were shot in the video. ISS 第53回ミッション2017年で撮影された動画の中に奇妙な物体が撮影されていました。会議主義者の人たちはその物体を理由にこの ISS ミッションはインチキであると判断しています。が、私林博士はこの動画は本物であると判断しました。なぜならそのちょうど4年後の2021年5月に全く同じものが私の部屋の中を飛び回っているのが撮影されていたからです。広志林、浜松シティ、ジャパン。ですから、例には20と読みます。そうしますと、It was May 26th, 2021. It was about 5 p.m. on Wednesday. In the 30-minute video diary, I was taking a self-video diary. A group of small UFOs were reflected more than 30 times. The UFOs reflected in this video diary are judged to be exactly the same ones as the UFOs reflected when I was taking a self-video diary on April the 14th, 2020. This video here shown was taken on May 26th, 2021.I hereby have made it possible for viewers to view the recorded video as it is, as a high-resolution version. I would be grateful if you could use this video as a reference for your study of UFOs, and I would be also grateful if you could see, verify, and judge with your own eyes.On that day on May 26, 2021, I reshot the video 3 times before shooting. The retaken videos are also recorded here as they are. In addition, the analysis video, etc. will be available after 53 minutes. Since the movement is so quick,to catch, if you cannot check the UFOs, I think you are advised to see this video after 53 minutes first. Thank you very much. と言ったかどうかという問題もありますけど、まあ、それはさてに横へ置いといてですね、そしてある場所へ来たらね、その、どこかの牧場の名前があったと。ね、何々牧場と書いてあったと。おお、あそこにあるの何々牧場か。そしたらその牧場の横にね、新築の赤いね。2020年4月、2020年10月に続いてですね、2021年5月、26日の私のビデオダイアリーの中にまたまたこのような物体が映り込んでいました。まあ、最近いろいろなことが起きますけれども、証拠として皆さんにご覧いただけるのではないかという意味でね、それを皆さんに今ご覧いただいています。で、何箇所かこの日2021年の5月26日、ビデオナンバー0
1726ですね、の動画の中には4箇所から5箇所いろいろなまた UFO らしきものが映り込んでいました。で、今それをご覧いただいてますけども、この物体は私の手の手前を横切っているように見えますね。ということはカメラに近いところを横切ったというふうに解釈して判断して良いのでしょうか。チューブからご覧ください、上から出てきましたね。で、髪の毛の手前を通ってさらにここで手と交差しますけども、手のですね、手前を通っているように見えますね。そして下の方に消えていくということです。で、この物体は何かということですけども、去る2020年の4月にですね、モニター画面の前を通り過ぎたあの物体と形様子が大変よく似ていると思います。で、まあ、こうした物体が映り込んだわけですけども、もう一箇所皆さんにご覧いただきたいところがあります。というのはですね、やはりこうビデオカメラの中に映り込んでいるわけですけども、他の2、3箇所はですね、動きがものすごく速いのです。ですから、なんて言いますかね、1秒の何分の1かのスピードで、まあ、小さな、ね、小型の物体が通り過ぎたり、あるいは私の頭の向かって左側、右のところからですね、外に飛び出したりというところが、まあ、この日このビデオの中に映り込みに見られました。で、これはですね、大変速くて小さいんですよね。今下の方に降りていきました。これはどういうことなんでしょうか。先ほどの物体とはやや違うところはですね、何かしらこう、先ほどのはですね、ぼんやりとした煙のような感じがしますけども、これは何かしらこう金属的な小型の物体のような感じがします。10分の1のスローで皆さんにご覧いただきます。ここから出てきます。で、やはりこう左下の方に降りていくわけですけども、元のオリジナルの画像で、一切私の方で明度、コントラストなど手を加えていません。まあ、この動画はですね、記録用ということでハイクオリティ版でね、レンダリングかけて皆さんにお届けできるようにします。ですから皆さん自身でですね、まあ、検証していただければ結構です。で、ここだけといいますかね、この日だけの、まあ、その動画だけですとね、まあ、ほこり、ゴミ、虫などいろいろ考えられますけれども、去る2020年の4月、そして10月に起きた、そのいわゆる私の部屋で起きた UFO 事件と私は位置づけてますけれども、それらの事件と比較していただくとですね、まあ、今皆さんにご覧いただいている UFO もですね、その一部といいますか、仲間といいますかね、連続性を持った、つまりは UFO ということになるのではないでしょうか。まあ、皆さんの判断にお任せしますけどもね、まあ、一体これは何かということなんですけども、高解像度版ではありませんけども、ビデオのですね、私のビデオ日誌の01726の方ではですね、前編皆さんにご覧いただけるようにしてますから、まあ、興味のある方って言ったら失礼ですけども、関心のある方はですね、皆さん自身の目で検証していただきたいと思います。この動画はですね、ハイクオリティ版で皆さんにお届けしています。まあ、解像度が高いということですね。
一部を拡大して検証してみます。10分の1スローで今ご覧いただいています。何かしらのこう後ろの方に尾を引くように見えるところが気になります。しかもこの物体はですね、手の手前を通っているようにも見えるわけです。あるいは、まあ、前回のようにですね、私の体の中を通り抜けている感じもしないでもありません。そして下の方に消えていくということですね。で、もう一度ご覧いただきます。10分の1スローです。もう一度やってみます。この辺りで何かしらのこう尾を引くような感じがしますが、注意深くご覧ください。ここですね、小さな尾を引いているような感じがします。もう一度やってみます。ここですね、スッと小さな、まあ、尾を引いているということですね。さらに2分の1にし、20分の1スローでご覧いただきます。今空中止まってますね。それからこの辺りで何かしらポンポンポンとやはり尾を引く感じがします。そしてかすかですけども、やはり周りの空間が歪むような現象も見て取れるのではないでしょうか。注意深くご覧ください。ポンポンポンとこう尾を引きながら、まあ2020年4月のUFO と大変様子がよく似ているということですね。もう一度やってみます。で、小さな物体の方についても拡大して皆さんにご覧いただきます。こちらの小型の方はですね、落ちていくと言いますか、飛んでいるというよりはですね、くるくると回転しているように見えますが、いかがでしょうか。くるくると回転して、回転しながら下へ落ちていくという感じがします。もう一度繰り返しますが、何かしらのこう透明感がある点にも注意してください。A strange object was shot in the video at the 53rd mission on the ISS in 2017. Skeptics have determined that this ISS mission is bogus because of its object. However, I, Hiroshi Hayashi, decided that this video is
genuine because exactly 4 years later, in May 2021, the exact same objects flying around in my room were shot in the video. ISS 第53回ミッション2017年で撮影された動画の中に奇妙な物体が撮影されていました。会議主義者の人たちはその物体を理由にこの ISS ミッションはインチキであると判断しています。が、私、林浩司はこの動画は本物であると、本物であると判断しました。なぜなら、そのちょうど4年後の2021年5月に全く同じものが、全く同じものが私の部屋の中を飛び回っているのが撮影されていたからです。広志林、浜松シティ、ジャパン。2017年に行われました ISS 第53回ミッションの動画を今皆さんにご覧いただいています。でこの動画の中にですね、奇妙な物体が映り込んでいたというわけです。で会議主義者の人たちはですね、この物体を理由にしてですね、この ISS ミッションはインチキであると判断しているようです。またそういう趣旨でこの動画が作られていたようです。である方からですね、その動画を送っていただきました。つまり ISS ミッションはインチキであるというわけです。ところがですね、この物体と同じ物体が私の書斎の中を飛び回っていました。それをこれから皆さんにご覧いただきますが、左が ISS 内部で撮影された動画です。そして右がですね、2021年5月に私の部屋の中を飛び回った物体です。矢印のところから現れますから注意深くご覧ください。そしてこの両者をですね、比較してみます。左が2017年5月です。右が2021年5月です。比較していただくと分かりますように、全く同じものだということですね。でソクラテスの弁証法を借りるまでもなくですね、つまりはこの両者とも本物なのか、あるいは両者とも偽物なのかという選択に私たちは迫られるのではないでしょうか。左は2017年です。全く私は知りませんでした。そして右がですね、2021年です。私の動画の中に映り込んだということで、私にとっては全く疑いのない動画ということになります。つまり右がですね、私は本物であると確信していますので、同時に左も本物であるということになるわけですね。で逆にですよ、左が偽物であるというならばですね、右が偽物ということになりまして、それはありえないということになります。
2は20と読みます。そうしますと、It was May 26th, 2021. It was about 5 p.m. on Wednesday. In the 30-minute video diary, I was taking a self-video diary. A group of small UFOs were reflected more than 30 times. The UFOs reflected in this video diary are judged to be exactly the same ones as the UFOs reflected when I was taking a self-video diary on April the 14th, 2020. This video here shown was taken on May 26th, 2021. I hereby have made it possible for viewers to view the recorded video as it is, as a high-resolution version. I would be grateful if you could use this video as a reference for your study of UFOs, and I would be also grateful if you could see, verify, and judge with your own eyes. On that day, on May 26th, 2021, I reshot the video 3 times before shooting. The retaken videos are also recorded here as they are. In addition, the analysis video, etc., will be available after 53 minutes. Since the movement is so quick to catch, if you cannot check the UFOs, I think you are advised to see this video after 53 minutes first. Thank you very much. と言ったかどうかという問題もありますけど、まあ、それはさてに横へ置いといてですね、そしてある場所へ来たらね、そのどこかの牧場の名前があったと。ね。何々牧場と書いてあったと。おお、あそこにあるのは何牧場か。そしたらその牧場の横にね、あ、新築の赤いね。2020年4月、その前には2020年10月その前には、に続いてですね、2021年5月26日の私のビデオダイリーの中に、またまたこのような物体が映り込んでいました。まあ、最近いろいろなことが起きますけれども、証拠として皆さんにご覧いただけるのではないかという意味でね、それを皆さんに今ご覧いただいています。で、何箇所かこの日2021年の5月26日、ビデオナンバー01726ですねの動画の中には4箇所から5箇所いろいろなまた UFO らしきものが映り込んでいました。で、今それをご覧いただいてますけども、この物体は私の手の手前を横切っているように見えますね。ということはカメラに近いところを横切ったというふうに解釈して判断してよいのでしょうか。チューブからご覧ください。上から出てきましたね。で、髪の毛の手前を通って、さらにここで手と交差しますけども、手のですね、手前を通っているように見えますね。そして、下の方に消えていくということです。で、この物体は何かということですけども、去る2020年の4月にですね、モニター画面の前を通り過ぎたあの物体と形、様子が大変よく似ていると思います。で、まあ、こうした物体が映り込んだわけですけども、もう一箇所皆さんにご覧いただきたいところがあります。というのはですね、やはりこうビデオカメラの中に映り込んでいるわけですけども、他の2、3箇所はですね、動きがものすごく速いのです。ですから、なんて言いますかね、1秒の何分の1かのスピードで
まあ、小さな、ね、小型の物体が通り過ぎたり、あるいは私の頭の向かって左側、右のところからですね、外に飛び出したりというところが、まあ、この日このビデオの中に映り込みに見られました。で、これはですね、大変速くて小さいんですよね。今下の方に降りていきました。これはどういうことなんでしょうか。先ほどの物体とはやや違うところはですね、何かしらこう、先ほどのはですね、ぼんやりとした煙のような感じがしますけども、これは何かしらこう金属的な小型の物体のような感じがします。10分の1のスローで皆さんにご覧いただきます。ここから出てきます。で、やはりこう左下の方に降りていくわけですけども、元のオリジナルの画像で、一切私の方で明度、コントラストなど手を加えていません。まあ、この動画はですね、記録用ということで、ハイクオリティ版でね、レンダリングかけて皆さんにお届けできるようにします。ですから皆さん自身でですね、まあ、検証していただければ結構です。で、ここだけといいますかね、この日だけ の、まあ、その動画だけですとね、まあ、ほこり、ゴミ、虫などいろいろ考えられますけれども、去る2020年の4月、そして10月に起きた、そのいわゆる私の部屋で起きた UFO 事件と私は位置づけてますけれども、それらの事件と比較していただくとですね、まあ、今、皆さんにご覧いただいている UFO もですね、その一部といいますか、仲間といいますかね、連続性を持った、つまりは UFO ということになるのではないでしょうか。まあ、皆さんの判断にお任せしますけどもね、まあ、一体これは何かということなんですけども、公開増動版ではありませんけども、ビデオのですね、私のビデオ日誌の01726の方ではですね、前編皆さんにご覧いただけるようにしてますから、まあ、興味のある方って言ったら失礼ですけども、関心のある方はですね、皆さん自身の目で検証していただきたいと思います。この動画はですね、ハイクオリティ版で皆さんにお届けしています。まあ、解像度が高いということですね。一部を拡大して検証してみます。10分の1スローで今ご覧いただいています。何かしらこう後ろの方に尾を引くように見えるところが気になります。しかもこの物体はですね、手の手前を通っているようにも見えるわけです。あるいは、まあ、前回のようにですね、私の体の中を通り抜けている感じもしないでもありません。そして下の方に消えていくということですね。で、もう一度ご覧いただきます。10分の1スローです。もう一度やってみます。この辺りで何かしらのこう尾を引くような感じがしますが、注意深くご覧ください。ここですね、小さな尾を引いているような感じがします。もう一度やってみます。ここですね、スッと小さな、まあ、尾を引いているということですね。さらに2分の1にし、20分の1スローでご覧いただきます。今空中止まってますね。それからこの辺りで
何かしらポンポンポンとやはり尾を引く感じがします。そしてかすかですけども、やはり周りの空間が歪むような現象も見て取れるのではないでしょうか。注意深くご覧ください。ポンポンポンとこう尾を引きながら、まあ2020年4月の UFO と大変様子がよく似ているということですね。もう一度やってみます。で、小さな物体の方についても拡大して皆さんにご覧いただきます。こちらの小型の方はですね、落ちていくと言いますか、飛んでいるというよりはですね、くるくると回転しているように見えますが、いかがでしょうか。くるくると回転して、回転しながら下へ落ちていくという感じがします。もう一度繰り返しますが、何かしらこう透明感がある点にも注意してください。次に2020年4月に起きた UFO 事件の動画をつなげておきます。どうか参考にしてください。Strange objects were reflected in a video from 2:30 p.m. to 3 o'clock p.m. on April the 14th, 2020. Over 40 times, various large and small objects were reflected in the video. But that doesn't mean the case is over. It was the night of May the 18th, 2020.The time was around 8:20 p.m. Though I couldn't shoot a video this time, but when I was teaching mathematics to a high school student, my wife witnessed almost the same golf ball-sized object which was flying around in the hallway of the room. Moreover, at that time, I was showing the video shot.On April the 14th to the high school student. The high school student then said, When a white object slips through the electric dictionary, I can recognize the faint warping of the space around the object and fine part of light is scattered. So I, Hiroshi Hayashi, decided to re-examine the video.On this occasion. 2020年4月14日の午後2時30分から3時頃までの間、私の動画の中に奇妙な物体が映り込んでいました。40数回にわたってその動画の中に大小さまざまな物体が映り込んでいましたが、それで試験が終わったわけではありません。2020年5月18日の夜のことです。時刻は午後8時20分頃だったといいます。動画撮影はできませんでしたが、私が高校生に数学を教えている時のこと、その部屋の廊下でゴルフボール大の同じ物体が飛び回っているのを私の妻によって目撃されました。しかもその時、私はその高校生に今皆さんにここに見せている動画を見せていました。その高校生はその時こう言いました。白い物体が電子辞書を通り過ぎる時、かすかだがその物体の周辺に空間の歪みと細かい光の粉が飛び散っているのがわかると。そこで改めてその動画を再検証し直してみることにしました。広瀬林浜松シティジャパン。
今ご覧いただいているのがその中の物体の一つということになります。右上から左下の方に流れていくのが分かります。この物体はその下のですね、白い電子辞書の中を通り過ぎていくのが分かります。ここで消えて、そして再び側面で現れてきます。その側面から出てきた瞬間ですけども、その物体の後部ですね、その後に、光の粉が飛び散るのを皆さん注意深くご覧ください。モニターよりもですね、ノートパソコンの方が私の場合は綺麗に見えます。まあ、ともかくも今物体が入っていきますが、100分の1スローにしてみました。10分の1かける10分の1、さらに10分の1スローにしたというわけです。で、100分の1スローにしてですね、今辞書の中にその物体が入っていきますが、そして側面から出てきます。つまり通り抜けたということですね。そしてその後なんですけども、空間に歪みが生じていると、その高校生は言いました。確かにもやもやしていますし、その物体の後部にですね、今ここで何かしらポンとこう白い別の物体のようなものが現れた感じになっています。そしてその後なんですけども、その物体が通り過ぎた後にですね、細かい光の粉が散らばるのが分かります。注意深くご覧ください。これはですね、モニターを私のビデオカメラで撮影したものですから、やや見えにくいですけども、もう一度元の画像をですね、この後につなげておきますから、注意深くご覧ください。これは、その高校生が言うにはですね、空間の歪みではないかということなんですね。あるいは、何か私たち人間にがですね、知る由もない未知のテクノロジーによるものかもしれません。ということをですね、皆さんに知っていただきたく、この動画を再検証してみました。元のと言いますか、10分の1スローの方の動画でご覧ください。こちらの方が画像が鮮明に、見ることが、画像をですね、鮮明に見ることができると私は思います。で、今この物体が左の下に消えていきますが、電子辞書に消えた直後に注意してください。注意深くご覧ください。ここですね、今バックしてみます。繰り返してみますが、この後ですね、この後、その物体の後部にですね、細かい光の粉が、出るのがわかります。その部分を繰り返してみますから、注意深くご覧ください。この物体は何かということですが、そしてこの物体から発生する光の粉は何か、なぜかということについては、私にはわかりません。が、ともかくも、こうした現象がですね、現実的に、事実として起こっているということです。後の判断は皆さんにお任せします。
It was around 3 p.m. on April the 14th, 2020. I was shooting a video diary published every day. I first found a very strange thing flying in the video. What the viewers are watching here is the video diary at that time. However, more than 10 of these strange things were reported by viewers to have been recorded in the video. Here are some of them. I determined that these objects to be ultra-small UFOs, because when I tried slowing down the reproduction speed, one of these objects seemed to rotate very quickly. Moreover, you can also see that these objects fly and slip through a cup and an electronic dictionary. These are UFOs, right? 2020年4月14日の午後3時ごろのことです。私がビデオ日誌を撮影していた時のことです。そのビデオの中に大変奇妙なものが映り込んでいるのが分かりました。視聴者の皆さんに見ていただいているのはその時のビデオ日誌ですが、こうしたものが10個以上も動画の中に記録されていました。ここではそれらの中からいくつかを選んで紹介します。私はこれらの物体は超小型の UFO であると判断しました。再現速度を遅くしてみると中には回転しているように見えるものもあったからです。またこの物体はコップや電子辞書をすり抜けて飛んでいるのがわかります。これらはまさに UFO ですよね。広し林、浜松シティ、ジャパン。現実と非現実、非現実と現実、私たちはその現実と非現実の世界で生きているが、その境界は決して明確なものではない。時として私たちは何が現実で何が非現実なのか
分からなくなる時があるというのも、この現実世界にしても光と分子が織りなす世界、その光には実体はなく、また分子にも実体はないが、そういう非現実の世界で私たちはそれを現実として生きている。そこに物がある、そこに物が見える、そこに音が聞こえる、そこに形があり、手で触れることができる、ぬくもりや冷たさを感じることもできる。さらに言えば、そこにあなたがいて、彼がいて、彼女がいる、そしてここに私がいる。その私は周りの人たちと心がつながっている。その心の中で私たちは生きている。確かに生きているが、それは本当に現実の世界なのか、それが現実なのか。生きているということは本当に現実なのか。億年の、そのまた億年の昔の間、私は無だった。あなたも彼も、そして彼女も、皆無だった。その無の私が光を受け、分子で組み立てられ、今ここにいる、生きている。悩み、苦しみ、もがき、笑い、楽しみ、喜びながら生きている。その私は現実なのか。そしてその私や彼や彼女は、やがて近い未来、再び無の世界へと戻っていく。光は消え、分子はバラバラになる。同時にこの世界、この宇宙、すべてが消える。消えてそこにあるのは永遠の無。億年の、そのまた億年の闇の淵となると、現実とは一体何なのか。現実の中の非現実、今皆さんが見ているのは現実の中の非現実。ありえない白い光球体が縦横無尽に飛び回っている。飛び回るだけではなく、モニター画面から飛び出し、電子辞書を横切る。音もなく、時には鋭い光を放ち、時にはぼんやりとしたもやに包まれ、そこに飛んでいる。これは現実なのか、それとも非現実なのか。現実世界における非現実なのか、それとも非現実世界における現実なのか。私たちの住む世界が現実世界であるとするなら、これらの物体はまさに非現実が、その非現実世界から見ると、この私たちの世界が非現実。光と分子の世界に生きている私たちの世界こそが非現実。あるいは私たちは、私たちの世界こそが現実と、そう錯覚しているだけなのか。もともと無の世界を現実と錯覚しているだけなのか。あるいは反対に、ひょっとしたら無の世界こそが実は現実なのか。だとするなら、一体この現実世界とは何なのか。今私たちが住んでいるこの世界は本当に現実なのか。現実と言い切ってよいのか。あるいはこの現実世界だけを見て、これが
現実と言い切ってよいのか、あるいはこうした現実世界における非現実現象はただ単なるテクノロジーによるものなのか。光と分子をあざ笑うかのように、光を無視し分子を無視し飛び回る。私の書斎の中を飛び回った高級体は、人間よりはるかに進化した生命体の乗り物なのか、それともそれ自体が生命体なのか。さらには未知なる世界からの来訪者なのか。そしてここに知るテクノロジーは、1万年、10万年のはるか遠い未来、人間も手にすることができるテクノロジーなのか。つまり人間もいつか現実世界の中でこうした非現実世界を手にすることができるのか。が、こうした非現実もやがて現実世界の中で消えていく。こうした非現実を見て最初は驚いた人も、やがてそれには驚かなくなる。非現実を現実世界の中に押し込めることによって、納得し安心し、そして忘れる。ただの超常現象だと。現実世界で非現実を認めることは、それ自体重苦しい。理解できないものを心に留めておくことは、それ自体が苦しい。だから人は現実世界における非現実を自ら遠ざける。私もそうだし、あなたもそうだ。彼もそうだし、彼女もそうだ。現実と非現実、非現実と現実、私たちはその現実と非現実の世界で生きているが、その境界は決して明確なものではない。時として私たちは何が現実で何が非現実なのか分からなくなる時がある。というのも、この現実世界にしても、光と分子が織りなす世界、その光には実体はなく、また分子にも実体はないが、そういう非現実の世界で私たちはそれを現実として生きている。私は私の動画の中に映り込んだ非現実的な高級体を見ながら、そんなことを考えた。現実とは何か、非現実とは何か、こちら側にいる私が現実なのか、それとも向こう側にいるその人が現実なのかと、あるいはこちら側にいる私たちこそが非現実なのかと、つまり私たちが現実と思っている世界は、本当に本当に現実なのかと。
It was 4:30 p.m. on May the 31st, 2022. It was when I was making a video diary. At the time, even in the first 5 minutes alone, a video camera was filming small UFOs flying around in my room more than 60 times. Immediately after I started shooting with the camera, I noticed that small UFOs were flying around. I'm showing you what happened at that time. Please watch the first 5 minutes of the video. This video is original as it is. I do not edit or process this part of 5 minute long video at all. The small UFOs I'm showing here are the same as the small UFOs that flew around in my room in November 2018, April and October 2020, and May and July 2021, which have determined them to be small UFOs. Those UFOs happened to be shot on my video camera, which I have often introduced you in the past. So, this time, just yesterday, May the 31st, 2022, such small UFOs were shot on my video camera. I was a bit surprised to know that no sooner had I started shooting the video camera than a small UFO was shot on my camera. As I wrote here, the small UFOs were shot more than 60 times in total from the moment I started shooting during the following 5 minutes. First of all, I would like you to confirm how this incident happened to me. Since the movement is so quick and fast, then you are advised to see them in more detail by slowing down 1/4 playback speed. The verification of small UFOs shot in this camera on this day is to be done after the 5 minutes. And you can watch the video diary number 02091A on Hiroshi Hayashi's homepage or my website, for which I thank you very much. This video is about 40 minutes long in total, and you can see many more small UFOs in the video diary.2022年5月31日の午後4時30分頃のことです。私がビデオ日誌を制作している時のことです。その時最初の5分間だけでも約60回以上小型の UFO が私の部屋の中を飛び回っている様子がビデオカメラに撮影されていました。カメラで撮影を始めたその直後から小型の UFO が飛び回っているのが分かりました。その時の様子を今皆さんにこうしてお見せしています。最初の5分間の動画をまずどうかご覧になってください。なおこの動画は元のオリジナルの動画そのままです。私の方でその動画に編集、加工など一切していません。なお、ここに私がお見せしている小型の UFO は2018年11月、2020年4月と10月、2021年5月と7月に私の部屋の中を飛び回った小型 UFO と同じものであると私は判断しています。それらの動画は
偶然私のビデオカメラに撮影されていました。またそれらの小型 UFO については皆さんに動画としてたびたび紹介してきました。で、今回つい昨日のことですが、つまり2020年5月31日、このような小型 UFO が撮影されていました。今回の撮影で特徴的なことは、小型 UFO が集中的に多数撮影されていたという点です。ここにも書きましたように、撮影を始めたその瞬間からそれに続く5分間の間だけでも合計60回以上も小型 UFO が撮影されていました。まずその様子を皆さんにもしっかりと確認していただきたいと思います。動きが早いので YouTube でご覧になっている方は 0.25 つまり4分の1スロー再生速度にしていただくと、その様子をさらに詳細に見ていただくことができると思います。なお、この日動画に撮影された小型 UFO 群についての検証はその5分間の動画の後にします。なお、その問題のビデオ日誌ナンバー 02091A は林博のホームページの方でご覧いただけるようになっています。全体で40分ほどの動画ですが、その動画をご覧いただければさらに多くの小型 UFO を見ていただけます。広し林、浜松シティ、ジャパン。では検証を続けます。ビデオカメラをですねオンにした瞬間からすでにこの物体は
移り込んでいたということになります。でこの現象はですね、2021年5月の時もそうでした。3度ぐらいビデオカメラを撮り直したわけ、ビデオを撮り直したんですけども、もうその最初の1回目のもう初めからこのような物体が映り込んでいました。で今回もですね、こうしてノーカットで皆さんにご覧いただいてますけども、もうその画面の中にこうしたものが映り込んでいたということですね。そして、まあ、その画面の端から端まで行くのもありますけども、ほとんどはですね、途中から現れてまた途中で消えていくというような現象を見せています。あるいはモニター画面の中から出てきたのかもしれません。で今このような形でですね、ビデオを、まあ、でその指示通りするときにですね、このように、まあ、自分で合図しながらそして撮ったわけですけども、まあ、皆さんの中にはですね、多分誇りではないかというふうに思われる方も多いと思いますけど、この日はですね、まあ、南側ですね、向かって左側のですね、窓をですね、手前の方を10センチほど開けていました。大変いい素晴らしい日でしてね、風はほとんどありませんでした。そういう日だったんですね。で、埃であるならばですね、全体にその埃があちこちに現れるわけですけども、まあ、私はそうでないと判断しました。その理由はですね、これから皆さんにゆっくりと話したいと思います。まあ、物体によってはですね、真横あるいは上に向かって飛んでいるのもあるということです。これ全体に向かって右から左へ飛んでいるわけですね。この、まあ、現象はですね、今までのその現象と大変よく似ています。全体的には向かって右から左の方にその物体が移動しているということですね。で、まあ、いろいろと検証しているわけですけども、見たわけですけども、明度を上げたり、コントラストを上げたり、ガンマを上げたり下げたりしていますけども、色にはですね、手をつけていません。例えばここに今薄い物体が飛んでますけども、拡大するとこのようになっています。球形と言ったらいいんでしょうか。円形というよりも球形だと思います。でまあ、その 前回までの、ね、この物体は例えば机の中を通り過ぎたり、モニターから突然現れたり、あるいはモニターの中に消えたりというような現象を見せていたわけですけども、今回も私は同じ物体だと判断しています。まあ、同じと言いますかね、ということなんですね。でここで注意していただきたいことはですね、これは色を変えたわけじゃなくて、コントラストを上げてやや明るくしてなんですけども、緑色の物体であるということですね。で拡大して皆さんにご覧いただきます。で8分の1やそれがさらに2分の1スローにしたわけですね。そしてこの物体が映っていたわけですけども、やや緑っぽいところですね。これは2020年4月に映り込んだ物体と特徴を共通するものであるということになる、なります。で、この緑の、まあ、周りが白くて、周り、まあ、中央がですね、緑の物体はですね、2019年の4月の岐阜海で現れた物体の、まあ、目撃者の証言と一致しています。つまりあの時のあの証言はですね、正しかった、あるいはまあ嘘ではない、少なくとも嘘ではなかった、もっと言えば本当であった、真実であったということになるというわけですね。それについての詳しい内容はですね、私のホームページの古代文明のところにすべて収録してありますから、ご覧になってください。ドーナツ型 UFO と私は判断しています。でさらに、まあ、奇妙な現象が続くわけですけども、でこの物体はどこを飛んでいるかですけども、後から紹介しますけども、私とまあ、モニター画面の間を飛んでいる物体についてはですね、モニター画面がですね、ちょうど鏡の役目を果たしているということなんですね。その物体の反射光がですね、かすかですけども、そのモニター画面の中に映り込んでいるのもありました。で、今矢印をお見せしますけど、今度は下の方を見てください。これ水平に飛んでいるわけですよね。ゴミであるならば、あるいは埃であるならば、このような飛び方はしないということです。プレイバックしてます。リバースしてます。
もう一度見てください。そしてこれはどこからか空中から現れて、そして空中へ消えていくということですね。もう一つ注意していただきたいことはですね、この物体はですね、回転しているように見えます。今度は上から下へ行きますけども、これも回転しているように見えるわけですよね。明るくしてみましたけども、回転しているように見えます。この回転している様子はですね、やはり今までに私の部屋に現れた物体の特徴と一致しているということになります。でさらに1/2、まあ、全体で1/10スローにしてご覧いただきます。そして、まあ、回転しているがためなのか、それとも透明度が変わるためなのか分かりませんけれども、明るさが変わるという感じですね。そして左の下の方に流れていきます。回転しているように見えます。で拡大してみます。1/10スローです。何かしらこう小さな水晶玉のような感じをのような感じがします。水晶玉というのは光の方向に対して反対側が明るくなるという性質がありますけれども、この部屋には太陽光線は入っていませんでした。あの後半でね、あのカーテンの隙間から太陽光線が私の顔には当たりましたけどもね、このビデオダイアリーの50分近い、40分から50分のビデオダイアリーの後半部では太陽光線が私の顔に当たりましたけども、部屋の中には太陽光線は入っていません。で私自身はですね、目の前を飛んでいるはずなんですけども、全く気がつきませんでした。まあ、そのこうしたものがですね、目の前で光ったり飛んだりしていればですね、まあ、その点は私かなり無頓着な人間なもんですからね、気にしないで、まあ、日常生活を送っているということもあるわけですけども、こうしたものにはですね、全く気がつきませんでした。で最初の5分で60回ぐらい数えましたぐらいの場面で、その物体がですね、まあ、このような物体がですね、映り込んでいるのを確認しました。でそれ以後10分過ぎますと、まあ、数が少なくなってですね、その40分から50分のビデオ台の中ではあまりそのなってますから、最初の方でね、まあ、驚いたということもありまして、あまり注意してまだ見ていません。しかし最初の5分ぐらいのところで、まあ、集中的にこのような物体と言っていいだろうと思いますけども、そういうものが映り込んでいたということになります。でもう一度ここに注意していただきたいんですけども、このやはりこの椅子のと言いますかね、座席の後ろから現れて、顔の私の向かって右側の左側面の顔に消えていくということはですね、今までに3回ありましたね。3回あって、これが今回4回目ということになります。今度は頭の中に消えるというよりも、頭の手前の方を通ってスーッと消えていったという感じがします。あるいは顔の中に、私はあの頬の中にね、消えていったというふうに判断しています。まあ、その今これご覧いただきますけども、頬の中に消えていったということですね。顔の前を横通り過ぎたということではないようです。私の左の頬ね、その中に入っていったという感じがします。つまりですね、こうした物体はですね、今までの検証の中でも証明しましたけれども、モニター画面を自由に通り抜ける、あるいはそのテーブルをですね、自由に通り抜ける、あるいは私の体を自由に通り抜けるというような、いわゆる、まあ、はっきり言えばエイリアンテクノロジーを持った物体であるということになると私は判断しています。でややこの辺りで物体の出現数が減りました。で今も言いましたように、いつもこうしたその動画ですよね、はその後で見て分かった、発見したということなんですよね。で何かしらその私今思い出しますとね、昨日、まあ、この動画を撮っている時に何か変な感じがするなというようなことはですね、どっかで思いましたけども、そうした思いというのはですね、まあ、時々誰にしもあるものではないでしょうかね。しかしその時は全く気がつかなかったということですね。で、まあ以前はですね、
まあ、勉強会でこのような物体が現れたときにはですね、2018年の7月からずっと続けて、1、2、3、4、5、6回現れたわけですけども、そのときはですね、火星人、イキキの話をしているときに現れたということですね。ただ、2019年の9月はですね、最初から最後までイキキの話をしていましたから、まあ、イキキの話をしているときに現れたということではありません。でもう一度別の場面で皆さんに見ていただきたいところがあります。ここですね。で、今ぼんやりとして映ってますけども、この物体が水平に動きを変えて、そしてやや動きを上に変えていくわけですよね。こういう物体も映り込んでいたわけですけども、このままではよくわかりませんので、まあ、もう一度見ていただきますけども、まあ、明度を変えてコントラストを上げたということですね。まあ、それ以外一切その、まあ、いわゆる色を加えたりというのは、まあ、編集はしていません。で、非常に透明感のある物体だということですよね。もう一度ご覧になってください。そしてよく見るとこう回転している感じがします。その回転している物体というのはですね、ISS から STS-80 ミッションですよね。あの宇宙スペースシャトルコロンビアですね、1996年に撮影された、まあ、その当時は宇宙ボタルと言われていましたけれども、そこに映り込んでいた物体の様子と大変よく似ているといいますか、私は同じであると判断しました。そして、今度はですね、 ISS 第53回ミッションの時に、あの ISS 内部で撮られた物体とも特徴、性質、飛び方、感じが一致しています。その動画も別のところで紹介しています。まあ、そちらの方もですね、合わせてご覧いただくと分かる。今ちょっとね、見ていただけましたかね、いわゆる飛んでいるものは手前に飛んでいるんですけども、その反射光のようなものがですね、モニター画面の方に映り込んでいるということですね。つまり手前の方をその物体が飛んでですね、今平行して走っているの分かりますか。ここで A と A' を注意してください。それで A が左下に流れていくと A' も下に流れていく。ただし A の方はですね、空中を飛んでいて、 A' の方はですね、その光を受けて反射している鏡のようにね、モニター画面が、まあ、機能しているわけですけども、映り込んでいる物体ということになるわけです。つまりこの物体はですね、空中を確かに飛んでいたということになるのではないでしょうか。今上に現れたのはこれまた別の物体ということになります。まあ、こうした物体がですね、昨日2022年の5月31日に私のモニターに映り込んだということになります。これは先ほどお見せした画面のどういうわけかここに入ってますけども、まあちょっと私の方の編集ミスかもしれません。ともかくも水平に飛んで、やや情報に方向を変えているということになります。今回はですね、周囲の空間が歪むというような現象は私は、まあ、確認できませんでした。あるいは後方にね、光のパウダーを撒き散らすというような現象は今回は確認できませんでした。もう少し、ね、別の角度から検証してみれば、そういった現象も現れるんじゃないかと考えています。ともかくもですね、昨日このような、まあ、UFO 群と言ったらいいのかな、それがですね、私の部屋を飛び回ったということになります。で、まあ毎回言ってますかね、いつも、まあ、こういうことが立て続けにこのところ起きてまして、2022年の4月16日にはですね、直径が15センチから20センチほどのね、同じような物体が寝室の窓の外にホバリングしているという事件も起きています。その時は私とワイフがそれを目撃しています。とても静かで、まあ、ちょうど今ご覧いただいているような白い、私は見た瞬間、蛍光灯の光だというふうに思ったのを覚えています。まあ、そういうことが起きているわけです。その時はカメラがですね、カメラをも横に置いておいたんですけども、まあ、なんて言いますか、全然その写真を撮る気は起きませんでした。ただぼんやりと見ていて綺麗だなって、ワイフも全く同じように美しい光だというふうに、まあ、見とれていたと言いますかね。そのうち10分か15分している間に眠ってしまいました。時刻は午前4時です。それ以後もね、ほとんど毎晩のように午前4時ごろに目を覚まして、
窓の外を見たんですけども、同じような光がその外を飛んでいるのを見ることができませんでした。それからちょうど1ヶ月と15日ですよね、昨日2022年の5月31日にこのような物体 を私の書斎でまた、まあ、5回目になりますかね、これでね、6回目になりますね、に捉えることができました。私の率直な印象としては嬉しかったですと同時に、まあ、これを確認した後ですね、天の方に向かって何度も何度も感謝の祈りを捧げました。まあ、つまり大変素晴らしいものを見せていただいてありがとうございますという感謝の気持ちですね。と同時に、まあ、それはまだ公表する段階に来てませんけども、今また左の方に飛んできましたね。今年の2020年の1月から3月までにはですね、続けてほとんど毎朝ですけども、まあ、ある現象を経験させていただきました。ただそれはですね、まあ、今の段階では皆さんに公表できません。で、最後に一言、なぜ昨日この物体が現れたかについてはですね、実は理由が分かっています。しかしそれについてもですね、今しばらく公表するのを公開、まあ、公表ですよね、するのをお待ちください。まあ、時期が来て、その時が来たら皆さんにきちんと話ができるようにします。今右から左ずっと飛んできましたね。まあ、こうした今度はまた左上の方で飛んでいきます。で、全体に今まあ、このままではその緑っぽい様子をですね、見ることはできませんけれども、全体に緑っぽくて周りが白ということですね、いわゆるドーナツ型の UFO ということになるわけです。これは2019年の、4月です、9月ですね、9月に、まあ、その物体がですね、会場の前ですね、私の左右にですね、20分近くホバリングしているのをですね、私のワイフも含めて2人がですね、目撃しています。とても美しいコバルトブルーのグリーンだったというふうに2人の方は証言し、2人ともですね、別々に絵を描いてですね、私に見せてくれました。まあ、そうした事件の内容とも一致していくということですね。同時に形、光り方、様子がですね、1996年の、コロンビア号ミッションで SES80 ミッションの中に映り込んでいた物体と一致します。それはまた別のところで紹介しますので、まあ、今日の、ね、動画の中で紹介しますので、またそちらの方をご覧になってください。Thank you.